藤井聡太栄王が挑戦者の菅井達也八段に2勝1敗とした将棋の第8期栄王戦五番勝負第4局が28日岩手県宮古市上土家浜パークホテルで開催される。同所でのタイトル戦は2013年平良25五月の名人戦森内俊行名人対羽生善治三冠、いずれも肩書きは当時戦以来10年ぶりとなる。 初めて都を訪れた両対局者は、同館近くにある上土家浜レストハウス前で、東日本大震災の犠牲者への献花と、黙祷を行った。その後、対局会場の見分、前夜祭などをこなした。藤井聡太にとって、被災地での対局は、一昨年10月、福島県いわき市で行われた、竜王戦七番勝負第三局以来、ここに来る途中で、津波の到達表示を見るなど、被害の大きさを痛感しました。 その中で復興しているという印象が強いですと感想を述べた。献花の前には昨年7月に復活した遊覧船海猫丸にも乗船。クルージングを楽しみながら海猫への餌付けも体験した。こちらは餌をうまく投げられませんでしたと徴する。栄養防衛と3連覇まであと一勝としているが対局モードにはこれから切り替える。多くの方の注目に応えられるよう精一杯さしたいですと抱負を語った。 対する菅井達也は、宮古は空気がいいし、将棋に集中できそう。負けてしまうと終わってしまう。最終局に持っていけるよう、精一杯頑張りたいとコメントした。藤井聡太栄王が、岩手初訪問栄王戦前日の海猫へ餌付けに、うまくもらってくれませんでした将棋。将棋の藤井聡太栄王と挑戦者の菅井達也八段が27日、岩手県宮古市の浄土家浜パークホテルで行われた、第8期栄王戦五番勝負第4局の前夜祭に出席した。 対戦成績は藤井聡太栄王の2勝1敗で28日の第4局は3連覇のかかる大一番前夜祭では地元黒森神楽の根現米獅子米の歓迎を受け多くの方に注目してもらえる一局なのでそれに応えられるように精いっぱい指したいと約束した一方の菅井達也八段は最終局まで持ち込めるようさすがプロと言われるような将棋を指したいと巻き返しを誓った継承地の浄土家浜では遊覧船宮古海猫丸に挑戦 海上を飛ぶ海猫の餌付けに挑戦したが空中に餌を投げてもうまくもらってくれませんでしたとユーモアを交えて苦笑するも地元の方々には温かく迎えてくれてすごく嬉しかったですと感謝していたこの日は同市内の三陸復興国立公園にある浄土家浜海岸で行われた東日本大震災の犠牲者を追悼する喧嘩式に出席岩手は初訪問で市内で津波の到達地点を示す看板を見て被害の大きさを痛感したと明かした 栄養戦防衛に王手をかける藤井聡太六冠28日の第4局を前に遊覧船で海猫に餌やり三陸沿岸の景色楽しむ岩手宮古市将棋の藤井聡太六冠のタイトル防衛がかかる栄養栄養戦第4局を前に見分が行われました藤井聡太六冠が菅井達也八段の挑戦を受ける栄養戦五番勝負第4局が28日岩手県宮古市で行われます 対局に先立ち27日藤井聡太六冠と菅井達也八段は宮古港出先埠頭から遊覧船に乗り海猫への餌やりや三陸沿岸の景色を楽しみました続いて会場のホテルで駒や部屋の状態を確認する見分に臨みました栄養戦は先に3勝した方がタイトルを獲得し藤井聡太六冠はここまで2勝1敗でタイトル防衛に王手をかけています 藤井聡太六冠は同時進行中の名人戦でもタイトル獲得まであと1勝で AO 3連覇で史上最年少の七冠達成に弾みをつけるかが注目されます AO 戦は28日午前9時から始まり夜までに決着する見込みです藤井聡太 AO 地元の方を含め多くの方に注目していただける1曲菅井達也八段と岩手入ア下から A o 戦第4局 将棋の第8期栄養戦五番勝負は28日岩手県宮古市の浄土ヶ浜パークホテルで第4局が指される前日の27日には3連覇を目指す藤井聡太英王と挑戦者の菅井達也八段が現地入りした両者は東北新幹線の盛岡駅からバスで宮古に到着 途中では道の駅で地元特産品を贈呈され、景勝地の浄土ヶ浜では遊覧船、海猫丸に乗船後、レストハウス前の海岸で東日本大震災犠牲者への献花も行った、遊覧船内では海猫への餌付けに挑戦しながら、うまく投げられませんでしたと苦笑した、藤井聡太は岩手初訪問に、宮古市内でも津波がここまで到達したという表示が多く、被害の大きさを痛感していますと、神妙な表情。そんな中でも、復興されているという印象がある。 海猫丸も昨年から運行を再開したと聞きましたし、今後も明るい話題が増えるのではと思いますと続けた。シリーズ成績は2勝1敗で防衛に王手をかけており、こちらでは10年ぶりのタイトル戦。地元の方を含め、多くの方に注目していただける一曲になる。それに応えるよう、精一杯頑張りたいと決意を明かした。一方で角番の菅井達也は、宮古について、素晴らしい場所で、空気もいい。将棋に集中できると思っていますと絶賛。 震災ですごい大変な中、皆さん力を合わせてやってこられた。将棋で何かができることは少ないが、真剣勝負の中で多くの人に、将棋の素晴らしさを感じてほしい。明日負けると栄養戦が終わる。最終局まで持っていけるよう、頑張りたいと思いますと、意欲満々だった。第4局は28日午前9時に、菅井達也の先手でスタート。持ち時間は、チェスクロック計測の各4時間で、終局は夕刻以降の見込みだ。